はい、どうもコミです。さて本日はですね、こちらのイベント、9周年記念チャレンジですね。これを攻略していきたいというふうに思います。まあもういろんな YouTuber の方がね、もう動画たくさん出してくれてもいますし、Twitter やってらっしゃる方は、かなりね、Twitter 上でも攻略情報出てるかと思うんですけども、今回のね、この9周年記念チャレンジは、個人的には、まあ、ここ最近ではめちゃくちゃ簡単なチャレンジだなというふうに思えていて、で、何が簡単かっていうと、小手先の技術いらないんですね。ユニットを残そうとか呪文を残そうっていう、そういうスーパープレイをやろうとするとまた話は当然変わってくるんですけど、単純にクリアしたいだけっていう場合には、めちゃ簡単です。本当にね、めちゃ簡単なんで、ぜひね、この方法、まだクリアができてない人は、見てほしいなと思うんですけども、どんな風にやるかっていうとですね、プランニング的にはここですね。まず、この2本のアーチャー棟に、ウィザードを当てます。ウィザードをね。で、このウィザードたちが、ここの、金庫とエリクサーポンタンクかなまで壊してくれたら、ここの部分からユニットをドバーッと出すだけです。これだけ。マジこれだけなんですよ。超簡単じゃないですか。こんなんでいいのかなってね、本当にね、思っちゃうぐらい簡単です。で、まあ、ロイヤルチャンピオンをね、こっちの、アチャ島から当てていって、こうぐるーっと外周をね、歩かせていくようなイメージになるんですね。っていうことで、クリアができてしまうので、まあ、早速やってみたいというふうに思います。はい、ではですね、ちょっと、準備をして、よいしょ。いきますか。まずは、ウィザードをね、ここに、1、2、3、3体ずつ出します。で、この3体がね、多分いいかなと思いますね。まあ、2体でもこっちの3次側はいいんですけど、特にこの、6次側はね、大量にスケルトンが来るんで、これ、さらに追いビズかけていって、このスケルトンを、ね、追加のウィザードできっちり焼いてください。で、これができたら次は、グランドオーデン登場ですね。グランドオーデンここに出してください。ここに。この一番手前側のところですね。空になってる場合、ちゃんと陸にしてくださいね。で、出してあげて、まずはボムタワーを壊します。こんな感じで。ボムタワーを壊したら、ここからちょっと忙しいです。パッといきますよ。ババキン出して、アチャクイ出して、スパビズ全部出してから、フリーズです。で、後ろから、パーティーウィザードを全部入れてください。こんな感じで。これ、ね、スパビズをね、出す前のフリーズで、バーバリアンキングがシングルインフェルノにやられちゃうのを防ぎます。で、タウンホールの付近に行ったら、これインビジを打ってください。このインビジがね、若干難しいかもしれない。タウンホールにかかんないように、インビジを連発で行くんですね。で、これ何のためかっていうと、このなんだっけな、あれ、パーティーウィザードと、なんだ、スーパーウィザード。こいつらを、生きながらせるために、こうですね、インビジを使って、インフェルノのダメージを止めていきます。で、ロイヤルチャンピオンを適当にこう出してください。な感じですね。で、今、アーチャークイーン結構ダメージ食らっちゃってるんで、まあ、追加でこうね、フリーズを当てていきましょう。で、これもちょっと若干やばいかな。若干やばいな、これは。はい。でも、まあ、これでもいけるか押していけるかな。相手の、こんな感じで、クロス棒ではねえわ。宝石機にホーミングシールド投げながら、ロイヤルチャンピオン適宜ですね、インビジブルの呪文でこうちょっと隠してあげるといいですね。こんな感じでひょいって。これ若干難しいテクニックなんですけども、まあ慣れてくれば全然できますんで、こうね、隠してあげるって感じ。でいくと、はい、こんな感じですね。もうこれでおしまいです。どうですかね。まあヒールの呪文も適当に使ってもいいし、使わなくてもいいっていう感じですね。ポイントになってくるのは、ここの中央部分、このタウンホールのところで、こんな感じでね、この辺にこう、インビジの呪文をこう、これ、ヘイストで、ヘイストですけど、インビジの呪文をこんな感じでこう、打っていくんですね。で、相手の防衛援軍を倒しながら、さらにタウンホールのダメージっていうのが、スーパーウィザードと、あとパーティーウィザードに入んないように、まあ、ちょっとこうね、サポートしてあげる。で、タウンホールのところで、レイジのヒールの呪文を2回ぐらいポンポンと打っちゃってもいいかもしれないですね。そんなことをすると、なおさら、タウンホールの爆破の後の、なんだ、ポイズンダメージか。これね、タウンホール14やったことない方はちょっとわかんないかもしれないですけど、結構強力なダメージが、ポイズン効果として入るんですね。タウンホールが爆発した後。ね、これを、ヒールの呪文で、相殺していくっていうことも、まあ、やると、なおさら安定するかもしれないですね。もう一回行ってみましょうかね。はい、ではですね、もう一回行ってみます。ウィザードを、1、2、3、
1,2,3 出しますね、はい、出していってアチャ島を撃破して内側に切り込んでいってもらいます。ここスケルトンがいっぱい出てくるので、ここに関してはこんな感じで追加のウィザードを出していく。これね、余裕があったらこんな感じでウィザードを全部、あとねスケルトン全部いっちゃってもいいですね。してしまってまとめてこんな感じで倒してもいいかもしれない。こうやってポンってポンってポンって、別にウィザードはね別に使い捨てで構わないんで、こんな感じでボン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 出していって、こんな感じほいって、こんな風にこの序盤にスケルトンを処理ができるんであれば、こんな風にしちゃったとしても全然いいですね。まあ、なおさらのしのし安定するというか。で、ボムタワーはね、これ、スーパーウィザードとかを巻き込んでやられさせないために、ね、先にこうグランドオーデンで潰しておいた方がいいですね。潰しておいて、潰し終えるところら辺で、こう、キング、アーチャークイーン、スーパーウィザードでフリーズを使うと。で、後ろからパーティーウィザードの手段を出していく。こんな感じですね。で、フリーズ一発で簡単に、シングルインフェルノが壊れるんで、それ以上は必要ないですね。ヒールマン、念のためにここ打っとくとなおさら安定するかな。打っておきながら、はい、ここですね。インビジョを使って、スーパーウィザードを隠していく、ね。スーパーウィザードを隠す理由っていうのは、防衛援軍もね、スーパーウィザードにこう処理してほしいんで、まあ、隠してるところありますね。で、ヒールマン2個追加しておきましょうか。で、フリーズもさらに当てていって、相手の防衛援軍とかを完封していくって感じですね。いいフリーズも1個当てていきます。スパビスの攻撃がね、結構防衛援軍を処理するのに重要なんで、これが残ると結構いい感じですね。スパビスがポイズン効果でやられないと結構ね、後々楽になります。こんな感じ。やっぱヒーロー2個あそこに打っちゃった方が楽かもしれないですね。ポンポンと回収、あー間違えた間違えちゃったインビジウィザード出そうと思ったらインビジいっちゃいましたね。まあでも行っちゃってもね、こんな感じで楽勝なんですよね。これちっちゃくなる呪文ってそんなになんか攻撃力下がってる気がしないんだけど、効果あんのかなあるんですかね、よくわかんないです。はい、ヘイストはもういらないんで人に打っちゃいいですねこんな感じです。ドバ出しでいけちゃうんでね、特に難しい技術がなくてもこの報酬はちゃんともらえると思いますし、もらえたら今度ね、呪文を残すとかユニットを残すとか、まあそういう難しいテクニックにステップアップしてチャレンジしてもらったらいいのかなというふうに、あそこら辺は自分たちの楽しみ方でそれぞれやってもらったらいいと思うんですけども、5分間もあってこの感じだったらね、だいぶいけますよね。もう一回いってみますか。これラストですね。失敗したらこんな風に失敗するケースもありますよっていうことでご愛嬌ください。3連発成功したらお見事ということで、ぜひ真似して1,2,3 1,2,3 ですね。でウィザードはしっかりアーチャー島を壊すまでは仕事を立てましょう。でこの後スケルトンを釣るんだったら、まあ全部どうせならって言っちゃえって感じですね。すげえ量出てくるな。しかしこれどうなってんのよ。2体ぐらいビタと追加しましょうか。2体追加して出てくるスケルトン、さらに3体目の追加かな。これ足んねえな、ビタと足んねえな。すげえスケルトン多いな、これ。おいおいって感じですね、本当に。スケルトンの集団えげつないな。さらにこう追加して、はい、こんな感じ。え、ビタと、あ、ダメか、ダメか、ダメだな、しょうがないもうグランドボーデンで削りましょうか。はい、結構スケトの攻撃にやられてますね。やられてんな。ウィザード追加するか。怖えな。よいしょ。あー、フォーム入っちゃった。もう、ひどいな、これ。こういう事故が起こっちゃうんでね、なんかあんまりウィザードでの処理はしたくないですね。スパビズ使ってもいいんですけど、まあ、使えば間違いないんだけど、なんかちょっとね、使うと、その後の援軍処理に使いたいから、まあ、こうなっちゃったらもう序盤ね、諦めて、まあ、さっさともう一回やり直してもいいかもしれないですね。はい。こうなったらおしまい。はい、キング、クイーン出して、スパビズ出して、で、フリーズでシングル止めて、パーティーウィザードパレーイして、はい、パレーイしますね。で、1個、まあ、ヒールを打っといた方が安全かな。打っといて、で、ウィザードたちをヒールで守りましょう。で、守りながらタウンホールのダメージが入るところで、こう、インビジですね。このインビジね、タウンホールにかかっちゃうことが結構あるんだけど、かかんないポイントをこう、うまいことね、見極めながらやってみてもらえたらいいかなって思います。で、はい、これ、爆破ダメージをもろに食らったんで、ちょっともうね、これ多分どうしようもないと思うんですけどね。まあ仕方がないな。こんな感じで押していくしかない。いや、これはやっぱどうしようもないね。ちょっとね、タウンホールの爆破ダメージ食らっちゃったらさすがに おしまいだわ。ウィザード、スーパーウィザードがみんなやられちゃいましたね。こうなるとね、防衛軍がマジで処理ができないんで、これでもうゲームオーバー済みですね。はい。っていうミスが起こるので、スケルトンだけですね、処理ちょっとうまいこと、気をつけながらやってみてください。そこさえ処理できちゃえば、まあ、あとは後々のところはどうにでもなっちゃうかなっていう気がします。こんな感じでね。はい。いや、失敗しました。最後。このスケルトン嫌だね、これね。だいぶ数が多いんで、このスケルトンたちを処理するところが、まあ、しっかりできるまでは、何度かね、ウィザードをこう出しては、引っ込めてを繰り返して、トライしてみてもらうと、まあいいかなって感じですね。
残ったところはあと真ん中のところですね。ね、次の難点はタウンホールのところでちゃんとインビジを使って、スーパーウィザードとパーティーウィザードを守れるかどうかですね。で、ここが守りきれたらタウンホールの爆破に合わせてトームを撃つと。トーム撃ったらあと適宜ね、シングルインフェルノと、オデン像のところら辺にフリーズ連打していれば、あとまあ勝手に、相手の防衛援軍とかを、ね、倒して前に進んでくれたアーチャークイーンとかがこの辺に抜いてくれるんで、ロイヤルチャンピオンをこっち側のね、アーチャーとこに出して、でそれで、ゲームオーバーと。ゲームオーバーっていうかゲームクリアっていう感じかな。ね、はい、まあ、ラストちょっと簡単にまとめましょうかね。今の言ったことを。まずここに、ウィザードを出して、ね、ここ。で、こいつらが、こっちの金庫とタンクに歩いてきます。この辺のスケルトントラップは、まあ、処理ができればより、後半が安定しますので、時間に余裕のある方はね、もうウィザードで行ったり釣っちゃって、で、先に処理するっていう方がおすすめですね。まあ、2、3回やり直すはおそらくうまくいくと思います。で、これがまず第1ですね。はい。第2。第2パターンはもうここから、次に全部のユニットを投入していきます。こうね、ガン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 って、ガン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 ってこう。普通のウィザードだけは残しておいてください。あとロイヤルチャンピオンね。これを残して、あと全部、この部分に投入して、がっぷり押していく。ね。これが丸2。で、丸3番のポイント。フリーズをシングルインフェルノに当てましょう。これ、ちょっと遅いとね、バーバリアンキングがやられちゃって、持たないことになり。で、必ず当てるようにしてください。これ丸3で。で、丸4番は、インビジの呪文をこの、ダックエリのタンクのね、そこに置きましょう。こう打つことによって、アンホールは、露出させながら、スーパー、パーティーウィザードとスーパーウィザード、これを守っていくっていうことね。で、タウンホールの爆破ダメージに関しては、フォームとヒールの呪文。もうヒールの呪文ね、ここにドンドンってもういっぱい打っちゃっていいです。もう重ね打ちしちゃっていいので、もうガンガン打ってポイズン効果を相殺してください。で、そうすると確実にスーパーウィザードが生き残って前に進んでくれるので、ロイヤルチャンピオンは、まあ、ほぼ同時のタイミングでここから当てていくんですけども、トントントンとこうね、全部歩き回ってくれて、ゲームクリアと。という形になりますので、ぜひね、クリアできずに困ってらっしゃる方これ参考にしてみてもらえると、まあ、ほぼほぼ確実にいけるんじゃないかなというふうに思います。ご参考になれば幸いです。というところでですね、本日は9周年チャレンジのですね、簡単なクリア方法ということで、話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。こんな感じの動画は、まあ、なかなか珍しいんですけども、僕のチャンネルはですね、基本的にクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。タンホール12から14まで幅広く扱って、どんな風に攻めたらいいかっていうポイントを、解説する、まあ、そんなチャンネルになってますので、これからもですね、ぜひ、ご視聴いただけたら嬉しいと思いますし、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。